キンプリヘイヤ使用熱血感の新米教師演じる8月21日放送、24時間テレビのドラマ、生徒が人生をやり直せる学校、で主演。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。アイドルグループ、キングプリンス。 の平野仕様24が日本テレビ系チャリティ番組24時間テレビ44思いから世界はきっと変わる。内のドラマスペシャルに主演することが2日分かった。8月21日午後9時頃からの放送となる。タイトルは生徒が人生をやり直せる学校で平野が教師役に初挑戦する。グループとしてはメインパーソナリティを務め。 平野は個人としてドラマにも出演。まさに今年の24時間テレビの顔となる。黒川幸子さんのルポルタージュ、県立。再チャレンジ高校生徒が人生をやり直せる学校、講談社を原作としたドラマ。1クラス分にあたる40人もの生徒が1年間で退学していく、底辺校。 と呼ばれる県立高校を舞台に、現代の格差社会で生徒たちが抱える様々な問題に寄り添い、奮闘する教師たちの戦いを、新任体育教師の葛藤や成長とともに実話に基づいて描く。平野が演じる主人公樹3層はじめは、この高校にやってきた新任教師。見るも無残な生徒たちの荒れっぷりに、愕然とするが、彼らは、困った生徒。 ではなく家庭での困難な環境に傷つき、疲弊した困っている生徒なのだと認識。未来への希望を繋いでやることで、この高校を人生をやり直せる学校に変えていこうと立ち上がる。平野は教師役ということで銀髪から黒髪にしました。僕は役以外で黒髪にすることがあまりないので、黒髪にして気持ちも引き締まりました。 と報告した上で、僕が演じる木山は、熱血でポンコツな新任教師ですが、生徒と心から向き合って、視聴者の皆さんが見ていて、ほっこりと心温まる作品を作れたらと思います。とコメント。教師役の共演陣も豪華な顔ぶれ。木山と同じ新卒で英語教師の岡部薫子には浜辺美奈美20を起用。 他に社会科教師を北村祐樹さん47、数学教師を聖子教会25、教頭を伊藤秀明45、校長を国村俊65が演じる。平野は今回僕もですが浜辺美奈美さんも初めて教師役に挑戦されるということで役柄の木山と岡部のように新任教師同士相談しながら演じていければと思います。 と心強いパートナーができたことを喜ぶ。役作りのために中学生の時の担任教師に久々に電話をしたことも明かした。その先生は演じる木山ととても似ている部分があり生徒のためと思ったら何でもするような熱い先生で僕が学生の時に先生がしっかりと向き合ってくれたから今の僕があると感じています。 その僕自身の経験とその先生の熱意を参考に木山先生を演じられたらと思います。と気を引き締めた。生徒役のキャストらは後日発表される。